今年の3月31日にオープンしたローワープラザ緑地広場に行ってきました。ここは返還予定のキャンプ付けらん内のローワープラザ住宅地区が公園として開放されている場所です。今日はあまり出番のないサブソニックのセンチュリー40を持ってきました。セッティングの詳細はこの動画の説明欄にあります。遊歩道は新しく作られたのか、綺麗なアスファルトで滑りやすいです。向こうに見えるのはイオンモール沖縄ライカムです。ライカムは琉球コマンドヘッドクォーターの略で、イオンモールがあるのは琉球米軍司令部の跡地になります。この公園は全体的に緩やかな斜面になっています。ハンティングでも登れる程度の傾斜なので、ハンティングの練習には良いかもしれません。平日の午前中ということもあって、公園の利用者は少なく、公園内の車道に車もほとんど走っていませんでした。なので車道を登ったり下ったりして遊んでみました。基地の中で滑ったら楽しそうだなと、フェンスの向こう側を車の中からよく眺めていましたが、民間人が基地の中で遊べる機会はほとんどありません。住居などはすでに撤去されていますが、ここの公園でちょっと基地内の雰囲気を楽しめます。沖縄防衛局が管理しているのか、公園の手入れも行き届いていて、とても綺麗です。見晴らしも良くて気持ちいいです。
ここの公園は家からも割と近いので、ワンコの散歩がてらまた来たいと思います。ご視聴ありがとうございました。